JOBBB インターネットラジオの YouTube チャンネルをご覧になっている皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。バンバテッペイです。本日はスマートフォンを車内で楽しむためのスマートフォン車載ホルダーのご紹介をさせていただきます。この2つの商品提供してくださったのは Amazon 満点プラス店舗様でございます。まずはこちらの商品、タオトロニクス様より発売されております TTSH015、スマートフォンをエアコンの吹き出し口に取り付けるタイプの車載ホルダー。そしてこちらも同じくタオトロニクス様より発売されております TTSH016、 同じくスマートフォンホルダーでございますが、マグネット式になっております。それでは早速 TTSH015 から開封していきたいと思います。箱のデザインはこのようなシンプルなものになっております。ちなみに今回紹介いたします2つのスマートフォンホルダーともにタオトロニクスさんの Amazon 販売サイトで購入可能です。動画再生画面下の説明欄にございます URL を一度クリックしてみてください。では開けましょうか。本体、取説、フリーのカードですね。非常にシンプルな商品なので、取説いらないかなと思いますが、欲しい方でも安心できます。まずこの一番大きな部分ですが、こちらにスマートフォンをセットいたします。セットの仕方は、裏側にございます、この大きなボタンですね。こちらを押して、幅を自由に調整します。こんな感じですね。押して、で、調整です。ある程度大きめのスマホでもセットできると思います。でこのスマホセットの場所にある特製のゴムですが、スマホのスリップによる落下とか締め付けによる傷つきを防止してくれます。売りの一つが360度任意の角度に設定できるというもので、こちらでまず緩めてから好きな角度にホルダーをセットして、で締めるとするともう動かないです。このクリップなんですけど、車のエアコン吹き出し口のこの格子状のところにセットしてホールドさせます。こっちの位置の方が格子の幅が狭いタイプです。でこちらが分厚いタイプですね。説明書によると、ほぼ全ての車のエアコン吹き出し口に対応しているそうなので、1.5mm から 3.5mm までのエアコン吹き出し口に使用できるということです。ご覧になって分かる通り、非常にコンパクト、そして落ち着いたデザインです。まあ、見た目もシンプルなのでそんなに目立たないと思いますね。外に持ち歩きたい時もこうポケットに入れて持ち運び可能でございます。お次は TTSH016 の開封です。箱のデザイン非常にシンプルです。もちろんタオトロニクス様の Amazon サイトで購入可能です。本体、マグネットとマグネット接着シール、ハローの取説とでフリーのカードです。もちろんこちらも日本語説明がございますので、皆様ご安心ください。使い方は非常にシンプルなので、まあ、見なくても全然 OK だと思います。あ、ちなみにですね、もうすでにあのスマートフォンにマグネット取り付けてますので、ちょっとこちらのマグネットは異なります。見た目がこの部分が磁石になってまして、スマートフォン側の貼り付けた薄い磁石とひっつくようになってます。でスマホの傷つきなどを防止するために特殊なゴム製になってます。ゴムを開けるとなんかこんなになってるんですね。これが磁石ですかね。こちらも360度に角度調整可能なので、ネジがついております。ネジを緩めて任意の角度に設定しまして、そしてネジを締めるともう動きません。そしてこちらがエアコン吹き出し口の格子に挟み込むタイプのクリップです。先ほどと違いまして、こちらのクリップの部分もネジ式になっております。ほぼ全ての車に取り付け可能ということなので、そしてネジを締めるとクリップも締まるという仕様になっております。サイズは SH015 よりも小さいです。
で、重さも全然気になりません。胸ポケットとかにも入れて持ち運びが可能だと思います。黒くてシンプルな外観、こちらも目立たずに使用できそうです。というわけで車内やってきました。それでは早速 TT-SH015 そして TT-SH016 使っていきたいと思います。まずはスマートフォンを取り付けたいと思います。ボタンを押しまして、私のスマートフォンかなり巨大なので一番最大までこのアームを開きます。 iPhone の6のプラスでございます。装着。あれ入らない。それでは一回ケースを取り外して中から iPhone6 プラスを取り出します。アームをスマートフォンの幅に合わせまして固定いたします。さあこれで動きませんね。では取り付けてみましょうか。エアコンの送風口のこの格子状の部分にこのクリップをはめ込みます。そして、車の格子の幅に合わせてこの1か2を選ぶということなんですが、この2の方ではこのストッパーが動かないので、おそらく私の車はこの1の方ですね、1の方に倒しまして、これでエアコンの送風口に取り付け完了でございます。この部分のネジを緩めまして、適当な角度にホルダーの位置を合わせまして、運転している時に一番見えやすいところですね、この辺りかな。そしてネジを締めます。これで締まりましたか。それでは iPhone6 プラスを取り付けます。これで取り付け完了です。ドライブに行きたいと思います。かなりがっちりとホールドしてますね。落ちる気配は全くありません。よくあるスマートフォンの車載ホルダーとしては、こういうボンネットの部分に吸盤で取り付けるタイプとか、主流だと思うんですが、これだと出先で、例えばレンタカー使う場合とか、知り合いの知人の車使う場合でも、このホルダー自身が非常にサイズが小さなので持ち運びも楽ということで、どんな車、どんな状況にでもおそらく使えると思います。特にスマートフォンをナビ代わりなんかに使ってはる方とかには特にいいかもしれないですね。もちろんこのハンドル握ってる間に電話するときなんか、スピーカーフォンで話す場合とかに結構このスマートフォンホルダーは役に立つと思いますね。何よりこのホールド感、エアコン送風口に取り付けるタイプなのでちょっと不安はございましたけど、今のところ全く問題なく使えております。欠点があるとするならば、このスマートフォンの縦位置の変更が素早く行えないことですかね。この点おそらく次のマグネット式の SH016 なんかは比較的簡単に行えると思います。ちなみにただいま使用している車はメルセデスベンツの B クラスでございます。メールチェックとか、これヒカキンですね、 LINE チェックもできます。もちろんメッセージ、MSN のチェックとか、Facebook のメッセージチェックなんかもできますし、YouTube 見たりとか、もちろんこれは車停車してるときですよ。インターネットサーフィンしたりとか、電話かけるときも便利かもしれないですね。で、今回分かったんですけど、このエアコン送風口の格子が意外と頑丈っていうことですね。こんなところにあまり物を取り付ける機会ないんですけど、かなり強固に作ってはりますね。車内空間でいかに効率よくスマホの操作ができるかということをいろいろ考えていらっしゃいますね。タウトロニクスさん、写真の閲覧とかも結構簡単にできますね。これスリランカ行った時の航空写真ですね。この後引き続き SH016 のレビューをお楽しみください。エアコンの送風口にまずはこのクリップのを開けた状態で装着して、そしてネジを右回しですね、で締め付けます。ちょっとこの、015と同様016も締め付けが、めんどくさいといえばめんどくさいですね。このネジの部分を緩めまして、2の角度に調整しまして、そしてネジの部分を締め付けます。これ結構きつく締め付けた方がいいですね。マグネットで取り付けるタイプなので、 iPhone6 プラスを折ったケースに入れた状態でも取り付ける可能でございます。ここですね、これはマグネット。実はこの折ったケースの裏側にもう1個マグネットを取り付けております。
引っ付けます。さあ、それでは早速ですね、このままの状態ちょっと運転しながら使用感をレポートしていきたいと思います。スマートフォン全然落ちる気配はないですね。かなり強力な磁石のようです。 iPhone6 Plus は、スマホの中でも結構大きい部類のスマートフォンになりますが、それでも比較的安定してホールドできていると思います。ちょっと難点があるとすれば、このハザードの部分がちょっと隠れてしまうということですかね。あとはこのエアコンの開閉口の上下でちょっとこのスマホが移動してしまうこともありますね。それほど強い力を入れなければスマートフォンが落ちることはないと思います。でもやっぱり便利なのはマグネット式なので、この上下の位置変更、スマホの位置変更がすぐできるということですかね。ほら、こんな感じですぐ縦横位置変えできます。大概のスマホユーザーの方やったらこれは使えると思いますね。僕みたいにこのオッターケースっていうかなり特別なケースに入れてない限りは、大体合うんじゃないでしょうかね。合うというか重さ的にも問題ないと思います。最近 iPhone も徐々に小型化の傾向にあるそうなので、このハザードランプに干渉することも少ないかもしれないですね。興味のある方は再生画面下の説明欄にタートルニクスさんの Amazon サイトへのリンク貼っておりますので、ぜひそちらをクリックしてみてください。以上をもちまして、スマートフォン車載ホルダー TTSH015 そして016のレビュー動画を終了いたします。皆様最後までご視聴ご清聴ありがとうございました。 JOBBB のバンバテッペイでした。皆様さようなら。